どうも、ともハッピーです。動画見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。今日はトーク会ということで、トークテーマお願いします。今回のトークテーマは、はい、この前ツイッターで少し賑わせていた、うん、MTG のカードの価値が暴落するんじゃないかみたいなニュースが、はい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 、はい、流れてたんですよ。はい、まあ、ちょっと話題になってたよね。はい、みんななんか心配してる人っていんのかな、それでどうなんだろうねまあ話しますか。これ何があったかというと、バンクオブアメリカっていうね、まあ、アメリカの超大手銀行だよね。でその大手銀行の人が、まあ、こういう発言があったんですよ。近年ユーザー数を増やすんじゃなくて、ユーザーの客単価、1人当たりが使うお金を増やすことで、急成長していると。こういうやり方だとこの後未来が危ういんじゃないかみたいな、まあ、ざっくり言うとそんな発言があって、実際ねウィザーズ・オブ・ザ・コーストとかマジック・ザ・ギャザリングを、まあ、内包するっていうか親会社ですね、ハズブロ社っていうアメリカ、いや世界ですね、最大のおもちゃメーカーが株価が 5% 下がったらしいですよ、その発言の影響と見られる感じで。で、まあ、そのマジックが危ないイコールそのカードの価値も既存の価値も下がったりするんじゃないかみたいなことだと思うんだけど、はい、まあ、ここで整理したいのが、実際に下がったのはハズブロ社の株価が下がりましたと、まあ、5% で実際に下がったのは株価で、カードの価値は別に下がってないですよね、そもそも現状で。これ本当にいい迷惑なんだけど、はい、俺最近さ事業資金のバックアップが欲しくてさ、個人のパー9を売りますって動画にしてね、それがそのバンクオブアメリカの話がその動画出す数日前だったから、そのニュースが出たから暴落すると思って売り逃げだなともハッピーみたいなコメントが何件か動画にあったんですよ。ありましたね。でこれ言いたいんだけど、全然違うんですよマジで。まず動画撮ったのが1週間前です、公開から。で決めたのは、出品するって決めたのは3ヶ月前です。これハッピー商店っていう通販って、まあ、3日とか4日でできるもんじゃなくて結構な期間をかけて準備してきた通販で、その当初から最初目玉商品としてここで自分が長年大事にしてきたパワーナインは店に並べようっていうのをもう決めてたんですよね。まあ、だからといって証明はできないんですが全然違いますっていうね、まあ、証明できるとしたらここの何人かのスタッフの証言とかあるけど、もともとそうだけど波はあるけど値上がっていくと思います、これからも。ただそれはあんまり大きな声じゃ言えないっていうか、別にこれ確証ないし責任持てないから、個人の判断でまあコレクション通してるのはしてもらえればいいと思うんだけど、自分の責任でね。それはまあどのカードゲームもね、どのカードも一緒なんだけどさ、はい、やっぱりその人気の頂点っていうのはどのジャンルでも強いですよ。その業界のねトップポジションの会社とか、まあ、銘柄、まあ、事業の銘柄とかも強いし、まあ、そもそもね今回ね巧妙、まあ、っていうか別にそういう意図はないのかもしれないけど、はい、マジック30周年記念パックでさ、ブラックロータスが含まれた封入された高単価商材で、はい、1パック15枚入り、4パックで15万円みたいな、まあ、確かにとんでもない高額パックを作ってるから、まあ、そういうこと言われるリスクも込みで出してるんだろうなっていうか、そうであってほしいなって思うけど、そのカードって前にも動画で話したんだけど、裏面が通常のマジックのカードじゃないですよね。マジック・ザ・ギャザリングのカードっぽい公式のグッズなんですよ。そのカードの正規カードの再録じゃないっていう。でそれをさ、なんかそのことをちゃんと説明しないでなんか日本の記事になってたじゃんね。アメリカではもしかしたら丁寧に説明されたかもしれないけど、はい、日本語の記事ではそこ説明されてなかったよね。そうですね。普通にブラックロータスが再録されましたみたいな感じで書かれてたから、今じゃあ昔の再録禁止カード約束したやつがカードとして再録されてますかって言ったら、今のところされてない。メーカーはユーザーに再録禁止カードリストの約束を守ってますと。基本的に実際そのマジック30周年パックが出て、ブラックロータスとかアンリコ、タイムウォーク、タイムツイスターとか値段下がってないんだよ、それは。全くむしろやや上がりしてるんじゃないかみたいな、はい、まあ、だからそもそもだからそのニュース云々じゃなくて、日本からしたらバンクオブアメリカのスタッフさんの発言なんてさ、別に不運っていうか、そんなに信憑性とか偉大さが分かんないじゃん。そうですね、そこまで伝わってこないですね。でもアメリカでは実際に
株式が 5% 動くほどの大きな影響力を持ってる会社とかさ、その発言者なわけじゃん。はい。単価上げ作戦、ユーザーの単価上げ作戦とブラックロータスをグッズとして封入したのが悪いとかじゃなくて、そのバンクオブアメリカのその発言とか記事があったことによって価値が下がるっていう要素はあるかも。これは日本ではあんまり下がらなくても、海外、アメリカ中心に海外で下がって、その世界のマーケットつながってるから日本も追って一旦下がるみたいな余波はあるかもしれないね。はい。うん。で、さっき話に出てきた中で、その客単価上げ作戦がどうなのっていうことなんですけど、これは賛否両論あると思うけど、僕はいいことだと思うんですよね。なぜなら必ず揃えなきゃデッキが組めないみたいなカードで客単価が上がってるんじゃなくて、たびたび封入される特別版のカードとか、コレクターブースターっていうスペシャルなバッグから出てくる、ね、特別版のカードとか、そういうなんかその特別なバッグの特別な品をメインに客単価が上がってる状態だから、強いて言えば下の環境で、必須パーツ級のカードが新規で出現するモダンホライゾン、これは確かに、普通のプレイヤーもマジックに使うお金が増えちゃうっていう要素ではあるんだけど、それを差し切ってもめちゃめちゃこうゲームを盛り上げて、環境を盛り上げてみんなをワクワクさせてるから、まあ、それもたまにあっていいと思うし、で何が言いたいかっていうと、客単価上げ要素のほとんどの部分はコレクターの方とか、なんかもっとこうワクワク開封したいとか、そういう方向けのもので単価が上がってるから、要は全員からお金を引き出すっていう感じの単価の上げ方じゃなくて、お金持ってる人がもっとマジックにお金使ってくれるようになってるみたいな実態だと思うから、はい、それはその人が嬉しいから別に使ってるだけで、なんかそれでマジック続けられなくなったとか、そういう人はあんま聞かないよね。うん。みんななんかその自分が可能な範囲で趣味を楽しんでるっていう人がほとんどで、はい、まあ、だから個人的にはその最近のまあ特別商品がいっぱい出て、はい、客単価が上がってたりとか、特別商品で古いカードが一見再録のような、実は再録じゃないみたいなことがされたりとかっていうのは、別にその暴落要素にならないかなって普通に思ってますね。あ、はい、なるほど。いや、結論は長かったね。そうですね。マジックのことになると喋っちゃうな、やっぱ。いっぱいやっぱりこう思うところもあったり、実際こうトモハッピー視点でいろいろこう見えるところも多いですから、まあ、正直迷惑だなって思ったね別にそんないいじゃんマジックのこと触れなくてもみたいなね、はい、まあ、マジックがそれで有名になってるっていうのもあるかもしれないね、ある意味その注目される要素かね、はい、お金の話と掛け合わさるとさ、はい、一般の人の興味関心が湧きやすいでしょう。確かに。ただね、こんな感じで客単価上げまくって伸ばしてるとユーザーが疲弊してマジックを続けられなくなるからやばいみたいなさ、はい、違うんだよね、そのプレイを続けたりとか、あ、でもまあ違くもない要素もあんのか、プレイじゃなくてコレクションで全部集めるっていう人とかはさ、きついだろう ね、 うね、バリエーションが増えすぎて特別なものが増えすぎてさ、はい、ただもうマジックいろいろ出すぎて、はい、全部集めてる、登場するカードをプロモも含めて全部集めてるなんて人もう全然知らないけどね、俺ね、もう絶滅危惧種なんじゃないのって思っててマジックも最初の頃はね、バインダーをさ、例えばこれアルファのバインダー、ベータのバインダーね、アラビアナイトのバインダーみたいな、バインダーに全部のカードを1枚ずつ入れて、はい、全てコンプリートしてる人って結構いたのよ、そういう人はね、もう種類が増えすぎて30年間でもうありとあらゆるカード、ありとあらゆるバージョンが出てもう追いつかないから、うん、なんかコレクターの方がミッションを達成するために、目標を達成するために負担がかかっていなくなるみたいなのはもう終わってるから、もう無茶だからみんなやめてるから、基本は、はい、続けてる人は多分かなりのこう時間とお金をかけれる、あるいはスタッフの方とかが集めてくれてるのかも分かんないけど、はい、かなりそのかけれる人だから、もともと多分この今の単価上がりぐらいのレベルじゃないです、それって。まあこの間の人がいたらね、その人は普通にちょっときついかなとは思うけど、はい、何にも影響ないんだよね実際、うん、買いたい人が買うようなもの増えて、でその買いたい人が買うってことはウィンウィンで売り上げ上がってるから、あ、何にも、むしろマジックが数字が伸びてて、メーカーさんのね出荷金額とか売り上げとか、まあ、増えてて、それで潤ってるんだったら、メーカーさんがどんどんそのマーケティング予算とかも出てくる
し、製品とかイベントもどんどん良くできるわけだから、小売店のサポートもそうだし、基本的には好循環になるんだよね、それってね。だからそれすごいポジティブなことなんで、今後に向けてなんかワクワクできるニュースでもあるんじゃないかなって僕は感じてますね。まあ、ただね、マジック大好きだからさ、ひいき目とかも入ってるかもしれないから、はい、皆さんの意見もぜひ聞きたいですね。はい、ということで今日の動画はこのもんでいいですか。はい、ありがとうございました。はい、今後もね、カードゲームのいろんな時事ネタも時々喋っていこうと思うんで、ぜひチャンネル登録、動画の評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。また明日。